今回は桜井希帆さんについてご紹介します。これから紹介する桜井さんに関するキーワードはゴッドタンで、ダイエットで、育乳でです。ぜひ最後まで見ていってください。ちなみに3サイズは 102-58-88 で、なんとアイカップです。特技はアルトサックスで、中学生の時に吹奏楽部に所属し、朝7時から夜8時まで練習していたそうです。何気に吹奏楽部って体育会系で練習量えぐいですよね。この時期は全てにおいて練習優先の生活をしており、修学旅行にも行っていないそうです。高校時代は全国吹奏楽コンクールで3年連続金賞を受賞されたそうです。吹奏楽部じゃなかったのであまり詳しくないのですが、ものすごいことなんでしょうね。セールスポイントはアイカップのダイナマイトボディと、ファンに褒められるという特徴的な大きな目だそうです。好きな男性のタイプは、落ち着いていて地味っぽくて真面目な人とのことです。ファースト DVD ミルキーグラマーのオンライン鑑賞会では、北海道出身の桜井さんは DVD の撮影で初めて海に入ったと明かしました。将来の夢はたくさんの雑誌の表紙を飾れるグラビアアイドルで、女優さんにも興味があるとのことです。お酒は好きとのことですが、それほど強くなく1杯や2杯ですぐに酔っ払うそうで、2020年7月に出演したゴッドタンの企画アイドル飲み姿かわいいグランプリリモート飲み会スペシャルに出演し、飲み姿がかわいいと話題になりました。なおその時はお酒を飲みすぎて収録中に寝てしまったそうです。ちなみに飲んだ量はビール2杯、酎ハイ3杯、カクテル2杯とのことです。アイドル好きで、坂道系アイドルがお気に入りだそうです。特に好きなのが日向坂46で、推しメンは加藤史緒さんだそうです。かわいい子がかわいい子を推す、なんて平和で素敵な世界でしょうか。その他のエピソードとして、憧れの週刊プレイボーイにベストな状態で出たいためマイナス10キロのダイエットを果たしたそうですが、体脂肪を 8% 落としたことが災いして、100センチあったバストが90センチにサイズダウンしてしまいました。そこで2022年7月発売のフラッシュにて100センチバスト奪還計画を企画し、育乳先生こと佐藤ゆかりさんと共に育乳に勤しみ、バストサイズが90センチから102センチと12センチ成長し、まさかの自己最高の大きさとなりました。ここからはご経歴ですが、桜井希帆さんは1998年5月31日生まれの北海道ご出身のグラビアアイドルタレントさんです。北海道でモデルとして活動していましたが、グラビアアイドルになりたくて上京され、事務所を探していた際にスカウトされ、2019年8月から撮影会で活動を始められました。そりゃこれだけ可愛ければスカウトもされますよね。2020年3月にファースト DVD であるミルキーグラマーをリリースし、アイカップのダイナマイトボディが話題となりました。2020年7月セカンド DVD サマーメモリアルをリリースされました。2020年12月に YouTube 公式チャンネルキホチャンネルを開設されました。ここしばらくは動画の配信もありませんが、気になった方はぜひ見ていってください。2021年4月、自身の Twitter にてこれまで所属していた事務所を退所したこと、今後も活動を続けていくことを報告されました。フリーでの活動を経て、2022年7月現在ライリーワークスという事務所に所属し活動を続けておられます。今後も素敵な人たちをご紹介していきたいと思いますので、高評価とチャンネル登録をお願いします。それと桜井希帆さんのことをぜひチェックしてみてください。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。